隊長、このレディーが助けがいるそうだ。このレディー、カルロス、お前は彼女の名前すら聞いていないのか。彼女はラクーン市警の特殊救助部隊に所属するエリート隊員なんだ。確か名前はなんとかバレンタインだったよな。ジルよ。ああ、よろしく、ジル。UBCS 小隊長のミハイル・ビクトールだ。我が隊は市民救助のために派遣されている。そう。それで状況は？この町は完全に分断され、孤立している。10万人の市民のほとんどが死ぬことになるだろう。いや、死ぬんじゃなくゾンビになる。我が隊にも甚大な被害が出ている。生き残るだけでも精一杯の状況だ。ご立派な雇い主のおかげね。まあ我々としてもあらゆる手を尽くしている。この地下鉄を動かすことができれば生存者たちを避難させられるんだが、助けがいる。我々だけでは手が足りない。わかった。力になる。市民のためによ。あなたたちじゃない。それでいい。大事なのは市民だ。ありがとう、ジル。じゃあ、スーパーコップさん。追っていきな。これで連絡が取れる。無線ぐらい知ってる。まず大事なことから。まず物資を補給しろ。地上階に上がれ。そこにある。わかった。今向かってる。で、作戦は？俺は線路の瓦礫を撤去する。君は地下鉄の運行システムの復旧を。どうすればいい？まず電力を確保してくれ。大通りまで出たら俺が変電所までナビゲートする。了解、急ぎましょう。生存者はまだいる。早く地下鉄を動かさなきゃ。
カルロス、大通りに出た。変電所はどっち？鉄塔が見えるだろう。その辺りが変電所だ。右手の路地から迂回すれば行け。路地？すごく燃えてるけど。そりゃまずいな。でも君ならそのクールさで火の一つや二つ消せる。何？
見たところ鉄道会社のようね。ダメね。Thank you.
火を消さなきゃ。